はい、どうもベーレスパー坂やっていきたいと思います。はい、南葛高校でトッティと中田の初試をやっていきたいと思います。歴の方は翼、メリオダス、花火で、ミサキ、中田、そしてトッティ、この6人でやっていこうかなと思っております。はい、そしてアイテムの方はバードルと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。まあ、今回ねトッティそして中田実装されました。まあこの2人強いよね。うん、特にトッティがえげつないです。まあ、頻度持ちは、頻度は、まあ、多少な、まあ、3、4ぐらいだったかな。でも、実際ね、やっぱ、練習効果アップ30。うん、これがやっぱ強いっすよね。で、今までちょっと筋力足らなかったっていう部分は、中田で保管されてるということで、南葛高校のトップ下で、この二人が絶対に必須級のキャラクターとなってます。しかも、トッティの場合はね、フォワードでも強いキャラクターとなっており、ランクアップ筋力が取れるようになってます。まあパワープラス2、オフェンスプラス2だっけ、まあそれぐらいの上限アップも持っておりますので、まあ現状はやはりトッティね、無冠高校でも強いんじゃないのかなと思ってます。また今度ね、無冠高校のトッティは、やらせていただこうと思いますので、楽しみにしておいてください。できればね、全取りサクセスとかやりたいかなと考えております。はい、トッティですね、 OK ですね。で、持って進んでいきます。はい、トッティ、これは上ですね。自分の頼みから聞く。はい、OK です。で、翼。はい、これで OK。で、激闘はね、早めに進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、そして中田進んでいきます。で、これはついていきたい。もう一回イベント読んでいきましょう。これは副イベントとなっております。中田の方もね、弱くはないんですよ。で、攻撃の心臓を持ってるし、弱くはないんですけども、結局なところね、トッティ、一緒に実装されたトッティと比べてしまうと、ちょっとね、うん、筋力的にも、なんだ、両方とも2筋力確定ではないので、まあ、そのあたりがちょっと辛くはなっておりますね。はい、岬、進んでいきます。OK です。今回ね、南葛高校ではなかなか自分は経験点出せなかったんですけども、今回のこの2人によってね、かなり出ると思うんですよね。うまいこと言ったら6万5000から7万ぐらいは出ると思ってます。はい、うまいこと言ってください。はい、そしてメリオダス進んでいきますね。経験を積めばいい。で、結局メリオダス、エリザベスの方はね、もうデッキから外れてしまいましたが、メリオダスは当分いきんだろうね。はい、で、中田 OK ですね。でもって、ここ微妙だなぁ。はい、回復もらっときます。はい、OK。はい、翼ね。OK、OK。はい、そして、美咲くん進んでいきます。美咲と特訓。いいでしょう。はい、そして、翼が進んでいく。でもって、ここでもいいかなぁ。スタイル一応取っておきましょうか。2列目。トップ下は2列目が好きです。はい、そして告白来てくれましたね。ちょっと遅かったけど、なんとか来てくれました。OK です。まあ、セクイチに来れば、まあまあまあいいでしょう。はい、翼、進んでいきます。はい、そして、これ微妙だよな。デート行っておきましょうか。言いますがなかったんで、これはデートでいいです。まあ、デートね、空デートまで行く可能性もあるんで、まあ、あまりデート行き過ぎはしなくてもいいのかなとは思っておりますが、うまいこと調整はしていきます。はい、OK です。はい、そしてテクニック、スタミナ。はい、こんな感じでいいかな。はい、これでいきまーす。はい、OK です。激闘終了。いいですね。はい、そしてセクイチ、これで終了でございます。まあ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 。まあまあまあ。いやー、これはさっき翼だな。翼のワッペン付きのやつを早めにやっときます。まあ、翼の、結局、名言もらいたいというのもありますし、まあ、しっかりとワッペンは回収して、最後の方はね、このワッペン、結構大事です。はい、しっかりと取っていきましょう。はい、微妙だな、ここだな。はい、行ってきまーす。はい、翼でメリオダス進んでいきます。 OK でーす。で、これで終わりですが、
ドリンク飲んじゃうか。ちょっとね、翼の名言でね、体力余る時もありますので、もうドリンクは早めに使おうと思ってます。別に使ってもいいと思ってます。はい、もうしょうがないです。それは仕方ない。はい、進んでいきます。で、なかった進んでいきますね。 OK です。で、まあそこらでいいんだけどな。はい、で、そろそろデートだっけ、そろそろデートだっけ。はい、翼は進んでいきますね。で、フィジカルで終わる。じゃあこれは行っちゃいたいな。あー、微妙。ドリンク飲みたくないけどしょうがないな。それは飲んでいきます。はい、フィジカルいきます。 OK です。はい、オッケー。でもってどうするかですが、まあメンタルでもいいな。テンション上げちゃうか。みさき次ワンチャンで終わってくんねえかな。はい、翼オッケー。名言でメリオダス進んでいきます。次あれだな、メリオダス。お、いいじゃん。お、フィジカルいいじゃん。オフェンスタック来てたけどいいよ。いい、全然いい。で、FL パス。FL 攻撃、FL 攻撃か。はい。はい、そして中田が終わっていきます。もしかして失敗？マジか、失敗した。まあいいや、続けます。とりあえず続けますね。とりあえず続けていきましょう。はい、美咲、オッケー。成功しました。美咲の金属イベントね、なんか失敗するように見えてしょうがないっていうね。で、これメンタルいってもいいな、正直ね。はい、メンタルいってきます。 OK です。はい、翼。オフェンスかな。とりあえずオフェンスかな。はい、 OK、 これ成功ね。いいよ。はい、翼 OK。で、これは頻度もらってきますね。とりあえず頻度大事です。はい、 OK。 で、ここはオフェンスいっときますか。次のターンはなしてくれると嬉しいんだけどな。次終わってくれると嬉しいです。はい、トッティ終わってきます。さすがにトッティはね、金属確定となっておりますので。で、メンタル終わりですね。はい。はい、精神的支柱いってみましょう。で、メンタルいってきます。はい、翼 OK です。はい、メリーファスト OK。 で、負けてたまるか。いいよ、体力結構使っちゃってるからね。ゼロパーにするのも結構ありがたいかもしれない、今後はね。はい、野生の嗅覚 OK でーす。はい、メリーオーダス体力回復ナイス。で、まあとりあえずこれでいったらいいかな。はい、行ってしまいましょう。お、4択ナイス。いいね。で、練習後イベント翼。はい、メリオダス進んでいきます。 OK です。はい、終わりました。ナイスです。で、15,000点意外と出てますね。やっぱ最後のようがでかかったのかな。いいですね。こんな感じに出てくれれば南葛高校も楽しくなりますので、ありがたいです。で、これはデート行っておきましょうか。七夕夏祭りの後にデートはあんまり行きたくないけどしょうがないっすよ。
それは仕方なき。はい。はい、そしてみさきくんが進んできますね。で、ここで終わらせていきます。ベリーファースト。OK です。達人キープいってきますか。ワッペンもらってきます。ワッペン大事です。でここはね、みさきくんいっといてもいいけどね、ちょっと体力が真面目にちょっとドリンク使いすぎな感じがするんだよね。怖いけどまあいいです。はい、ムードいいでしょう。はい、そし、いやー、微妙だな、これも。これもちょっと微妙だな。すごい微妙だな。翼の名言もらっておきます。これも名言でいいです。はい。まあ、3タック行ってきましょうか。3タック行ってきます。OK です。はい、翼の名言、OK。で、テクニック。さすがにこれはテクニックか。終わらせていきたいよね、さっさと。さっさと終わらせていきたい。ささっと終わらせて頻度をマックスまで積みたいです。これ OK です。はい、達人キープ。でもここで終わらせるべきではなかった。ワンチャンこれ一回休むのもありだな。ワンチャン休むのもありかな。体力的にちょっとしんどいんだよな。はい、でもこれオフェンスでかいな。これ踏みたいな。これすごい踏みたいな。神虎。これすごい踏みたい。あ、これテンション上げるやつあったよね。テンション上げときます。テンション上げときましょう。はい、オフェンスいきます。OK でーす。で、オフェンス、オフェンスね。で、オフェンスはね、最後の最後に振りたい。正直、オフェンスはね、やっぱコツ、これがね、やっぱり効いてくるのかなと思いますんで、できるだけ最後に踏んでいこうかなと思ってます。できるだけね。とりあえずできるだけ。はい、4タックありがとうございます。ナイスタックですね。これはとりあえずありがたい。はい、オフェンスいってきます。ナイスでーす。はい、そして翼くん動いていきます。 OK です。これはシュートが打ちたいでいいよね。ファンタジスタはね、新しくもらえるようになっておりますので、これでいいです。で、オフェンス、ナイスですね。ありがとう。ありがとう。いや、これもうオフェンス売るか。さっき最後って言いつつも、だいぶ振る、あ、まあいいや、こっち振るか。あ、そうだね。まだ振れるもんあるね。オフェンスと思ったけど、まだ振る。ね、精神振りたいんだよ、精神。精神振りたいけど、まあ、どの道な。どの道ね。はい、これでいきます。はい、オフェンスいっちゃいましょう。 OK です。はい、成功です。終わりました。はい、そしてゲームワークステップですね、もらっておきましょう。はい、翼終わっていく。で、これ体力回復させたいところはあるけどね。
もうこれでいいや。0% でいいよ。とりあえずね、ゼロでいいです。もう、学園祭もあるし、ゼロでいいでしょ。で、技術だな、技術。技術もらわないといけないな。はい。とりあえず行きましょう。ナイスタック。いいですね。あいつはその名言。うん。で、もう一丁 0% 使ってもいいんだ。もう一丁 0%。あー、でも微妙なとこしかないな。あ、でもこっちか。こっちだね。とりあえず 0% だね。で、経験点振りましょうか。能力振っときます。オフェンス行ってもいいけど、まあ、この辺り先振りますね。ね。まあ、触れるからね。はい、行ってきます。はい、翼は岬、OK です。はい、花火、動いていく。はい、で、3万3000点。まあまあまあ、いい感じに出てると思ってんだけどね。出てるよね。はい、テクニック、行ってきましょう。これは技術、稼ぎます。技術稼いでいきましょう。で、まあ、性格無比もね、まだまだ取らないといけないんで、いや、オフェンス126っていけんのかっていう感じだね。いや、最後の方だけで詰めれんのかな。まあ、頑張るけど。まあ、頑張りますが。はい、行きまーす。あ、オフェンスで終わってけど、これメンタルでもいいか。あー、メンタルでこれあれ、タック呼ぶか。精神余るんですけどね。精神余るんですけど、余るのですが、いいかな。はい、メダルいきます。これはもうメダルいっちゃおう。はい、体力回復もらっておきます。もうこれはね、うん、上でいいです。絶対体力回復で。はい、オフェンスが来ております。オフェンスが来ておりますが、ここでいいのか。テンション上げたいな。テンション上げておきましょう。で、精神はだだあまりの状態ですね。まあ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 。まあまあ、良きです。はい、そしてオフェンスタックは来ておりますが、とりあえず能力振りたい。てか、敏捷がちょっと足らんな。敏捷がちょっと足らんな。はい。OK です。で、これは花火作りでいいよね。はい。花火作りもらっときます。はい、4タック来てくれました。これはね、もう行くしかないよ。行くしかない。マジで行くしかない。はい、OK です。はい、とりあえずタック、ダブルタックね。ダブルタックね。テクニックでもいいよ。テクニックでもよき。はい、ディフェンスで。はい、OK です。で、とりあえず、技術。あー、ディフェンスだ。もう一丁ディフェンス行く？もう一丁ディフェンス行くのはありですよ、と。はい、ディフェンス上げておきます。もう振るもんないけどね、もう敏捷はね、ちょっと足らないかなと思ったけど、結構いけてるからね。はい。でもって、
って、はい、ディフェンス行ってきまーす。はい、オッケー。はい、サッカー行ってきますね。とりあえずね。で、敏捷な、敏捷ね、敏捷ね。精神使いたいけど、まあいいや。はい、オフェンス行っちゃいましょう。もうオフェンス行くしかないよ。はい。はい、ナイス。で、残り6ターン。残り6ターン。もうちょい、でかいタックが来てくれて嬉しいな。まあでも、オフェンスえぐいからな。4とか増えるからな。でかいよね。微妙だな。遊んどこう。ここで遊ばないといけない。いつ遊ぶんだって感じになっちゃうからね。遊んできます。はい。はい、そして技術もいいけども、いいけども、はい、OK です。で、オフェンス、これは行きたいね。これはさすがにオフェンスに行きたい。これはさすがにオフェンスに行かせていただきます。ファンタジスタとかも取れるよね。で、何使うかだな。はい、ファイト。OK です。あれ？これなん、あ、まあいいか。タック使っちゃったけど。全然いいです。全然良いです。はい。はい、テクニック。いきます。敏捷もある程度欲しいけどな。ある程度欲しいけどね。はい。もらっておきますか。どうしようかな。技術がちょっと触れなくなってきた。技術が触れなくなってきた。それちょっとまずい。それちょっとまずい。これでいきます。はい、ではテクニックいきまーす。いきましょう。はい、残り2ターン。で、ディフェンスで終わらせていく。けども、これはオフェンス、いや、待てよ、これでもテンション上げちゃうとな、終わっちゃうんだよな。終わったとて、別になーっていうのはあるし。はい、ドリンク飲んでおきます。どうせドリンク余る。どうせドリンク余るんで大丈夫です。はい、どれしよう。これ使っとくか。いや、精神とかも欲しいしね。はい、これでいきまーす。はい、オフェンスいっちゃいましょう。いやー、これ精神。精神、精神。敏捷、精神。まあ、技術、筋力、はまんだろうな。はい、で、これは、もうどれでもいいです。どれだっていいです。どうせ終わんないんで。ワンチャン終わるか。これなら終わるか。ワンチャンね。はい、では試合の方行きたいと思います。はい、終わりました。これ、1点だ。まあ、アシストだよな。はい、しょうがない。はい、では残り1試合。残り1試合となります。どうしようか。どうしようか。いやー、これ、振り切れるよな。金徳はさすがに振り切れるから。まあ、いいか。はい。
で、オフェンス、行ってきます。まあ、いけるよね。迷うな。便証が足らないから、まあ、試合後で600ぐらいは稼げたはずだから、問題ないはずなんですよ。いけるはずなんですよ。うん。はい、とりあえずこれで試合行ってしまいます。はい、2対0終わりました。はい、で、すべて終わっていきますね、ということで。はい。で、まあ、あとは、もう振るだけなんで、振っていきます。いや、めちゃくちゃ甘っ。稼げたな。オッケーですね。ナイスです。ありがたい。で、どうしようかなということで、まあ、サブポジはもう取れないから、取れないから、いいかっていうのはあるけど。はい、こんな感じでいってしまいます。はい、ありがとうございます。XUS 達成ということで、はい、OK ですね。まあ、普通にやっぱり、トッティがエグかった。使った感覚トッティがエグかったんで、皆さんもぜひトッティ使ってみてください。では、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。